こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、箱根に来ております。箱根でまず前泊して、その後は観光ですね。今おしゃれなカフェに行ってきました。そして今から滝旅館さんという一風変わったお宿って、もう楽天に書かれてましたね、そちらのお宿さんにチェックインするところです。今芦ノ湖の周りをドライブしております。軽く 2,30 分ドライブですね。それでは旅館に向かいます。デイ、本日宿泊する滝旅館さんなんですけれども、なんとお部屋に客室温泉露天風呂がついております。そしてですね、まあ、この時期ということもありまして、居酒屋でご飯を食べるっていうのも難しいですし、周りに飲食店があるかどうかもわからないので、久しぶりにですね、旅館で夕食のみいただく形となっております。夕食を食べながらお酒飲めたらいいですね。ゆっくりしたいな、楽しみなんですけど、すごい。旅館の駐車場に着きました。ここからそこそこ歩きますね。で、駐車場すごく分かりづらいので、滝旅館駐車場って Google で検索するといいかもしれないですね。本当に分かりづらいです。旅館目指して行っちゃうと結構細道入るんでまずいですね。車では何度も何度も通ったことあるこの道を、まさか歩くことになるとは思いませんでしたね。すごく風情のある、なんだろうこれ、横温泉街、温泉街ですね。うわうわ、見え、すごいすごいっすよこれ、見てください、たまらんぞ。すごい道行きますよ。もう着くかな、荷物が重いからやばいわ。なかなか来ましたよ。これはいいね。チェックインいたしました。もう大興奮しております。オーナーさんもすごく優しくてですね、お部屋もかなり広いです。これはやばいぞ。ここを知ってる方からしてみたら教えたくないだろうな。2部屋あってマッサージチェアついてて、こちらが、はい、露天風呂もこれだけ広い。で、後で館内もお見せしたいと思いますけど、素晴らしいです。ほんと素晴らしい、やばい、こういうのほんとこういうとこらない。なんとゲーム遊びたい放題ですね。これプレステ3だっけな、プレステ3Wii があるんですよね。やるかな今日、どうしよう、悩む。寝室も広いしな。うわー、このあと6時ぐらいから夜ご飯なのって、それまで温泉入ったりまったりしちゃいますわ。それでは館内の散策をしたいと思います。見てよこれ、写真、今まで来た方々の写真だと思いますけど、愛されてますよね。すごくない？今は使えないみたいですが、カラオケカプセル、防音室みたいなのがありますね。いやー、こりゃたまらんでよ、ほんまに。
内風呂です。これも貸し切りです。あー曇ってきた。すごくいいですよ。貸し切りが2つありますね。また曇ってきちゃうよ曇ってきちゃうよ曇ってきちゃうよ。はい曇ります。プレイステーションのソフトの数これ見て遊びきれんよ。3泊4日ぐらいしたいね。ここドラクエ8やったことないんすよね。やってみたいけどこれ何泊することになるんだ。それか寝ないでやることになるな。こちらが2階となっております。こちらにもお部屋ありますね。で食べるところと寝るところが別になってる感じなのかな。ただもう1日3室限定で孤立してるのでほとんど他のお客さんに会うことはないみたいですね。素晴らしすぎますよ。ここはいかがでしたでしょうか。もうすでにたくさんの方がこちらの旅館さんに来たくなったと思いますね。ゲームすごいな。これのパンフレットまで。温泉入りますか。温泉入ってゆっくりしてご飯の時間ですね。では温泉入りまーす。いやー見てこれ、温泉出ました。あっつえ、もうトロットロです。温泉トロットロ、肌すべすべです。ここマジで後悔してますよ。本当に一つだけ後悔することがあるとすれば、もっと早くこちらの旅館さん来るべきだった。知ってたんですよね存在自体は。いやマジでこれはコスパ良すぎだぞ。それでは夕食の時間まであと1時間ぐらいかな。ゆっくりしますか。また寝ちゃうかもな。少し寝ちゃいました。そろそろ晩ご飯の時間ですね。昨日飲みすぎたせいか全然お酒を飲む気しないんですよね今のところ。夕食時は飲まんといて食べて温泉入ってから飲むか。ああ足が気持ちいいっす。夜ご飯来ました。いや素晴らしいです。居酒屋行きたかったからちょうどねお酒が進む夜ご飯ですよ。いただきまーす。ではビールいただいちゃいまーす。あー喉乾いた。うん、あーうめごちそうさまでした。うまかった。まだ7時半ですよ。温泉に入るまで食後の運動でもしますか。何のゲームやろう。どうしよう悩む。どこだ。どこだ。あれ？Wii のソフトどこだ？プレステ2しかないぞここ。あれ、
正直ね、よくわからないんですけど、なぜかこの写真を見てるだけでもね、楽しいんですよ。これだけでね、1、2時間潰せますよ。うわー、すげー、ウィー楽しすぎだろこれ。やばい、これ自分で連打しなきゃいけないの。かまいたちの夜2見つけてしまいました。これすごいやりたかったんだよな。どうしよう、懐かしいスロットこれ。学生の時打ったな十字架。時間が凄まじい勢いで過ぎていきますので、もうやめます、やめておきます。温泉入ります。今から夜になってだいぶ寒くなってきました。これは気持ちいいでしょうね。入ります。夜の露天風呂気持ちよすぎだろ。最高だなこれは。明日の朝も入れるって、やはり客室、温泉、露天風呂はいいですね。最高だわ。では本日も晩酌のお時間がやってまいりました。非常に楽しみです。まだ時間も早いです。いただきます。本日も製氷皿を持ってきてますので大活躍ですね。冷たいお酒が飲めます。本日はですね、もうすでにローランドさんの YouTube は全て見尽くしてしまったので、ラン社長の動画を見ながらゆっくりお酒を飲んで寝たいと思います。それではおやすみなさーい。おはようございます、アソです。眠いよ、ほんと最近起きるのきつい。あー帰りたくないな。さあ朝温泉入りますか。これは楽しみですよ。朝温泉出ました。気持ちいい、風が涼しい。もったいなくてだいぶ長く入ってしまいましたね。やはり朝明るいところで見ると建物の温泉のね、老朽化は結構ありますね。もういつ崩れ落ちてもおかしくないような場所はありますけれども、それよりも温泉の気持ちよさが勝ちますね。しかもこれね、飯抜きとかでもね、このお部屋7500円とかそれぐらいだった気がするんで、全然泊まりますよ。客室、温泉、露天風呂としたら。さて帰る準備しますか。それではいつも朝ごはんいただきます。味噌汁いただきます。長ネギ 1.5 倍増量、嬉しいですね。ではチェックアウトします。また絶対来るからな。
チェックアウトしました。エンディングを車の中から撮ろうと思ったんですけれども、窓があまりにも汚すぎたので外で撮らせていただいております。滝井旅館さん本当良かった。オーナーさんも最後まで優しくて、何よりも客室温泉露天風呂ですよ。あのトロットロの湯室、そしてこちら箱根ですからね。言うても箱根なんで、箱根の相場を考えたらかなりコスパのいい宿かなと私は思っております。絶対にまた来ます。それではですね、今回も箱根の2泊3日の旅、忙しかったですけれども非常に満足の旅でした。次回もまたこういった旅ができたらいいな。というわけでここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。